冬の日の江俣村は暖かい明かりに包まれた人のぬくもりが感じられる村です。雪の多いことでも知られるこの村は温泉が湧き出ることでも有名です。温泉は旅館や各家庭に配られ、冬の寒さの中でも村人や旅人を温めてくれています。江戸時代の風景が今なお残る下郷町の大内宿では、毎年2月の冬に雪まつりが開かれます。雪国ならではの鎌倉、雪像、雪灯籠が並び、夜には花火が夜空を彩ります。南会津の只見町を中心に広がるブナの林は、大自然の姿そのままのブナの原生林です。その規模は日本一を誇り、野生動物が多数暮らしています。小窓湿原は標高1100メートルにある国の天然記念物に指定された湿原です。駐車場から歩いて約15分で到達できる場所にある手軽さがあり、子どもから老人までその魅力を堪能できる湿原です。大江湿原は日本を代表する湿地帯、尾瀬の日の江俣村側に属する湿原です。7月中頃から咲き始める日光キスゲの黄色の花が緑の草原を埋め尽くすところから、この光景は別名黄金の絨毯と呼ばれています。姫さゆりは日本でしか見ることができず、また群生地もわずか数箇所しかない貴重なユリの花です。南会津町の南郷地区にある高清水公園は、貴重な姫さゆりの群生地の中で数、面積とも最大規模と言われています。下郷町の塔のへつりは、塔の形の奇岩が並ぶ景勝地です。前を流れる川と降り注ぐ雨が長い時間をかけて岩を削ったものと言われています。只見町の田子倉湖周辺は紅葉の名所として有名です。湖上に浮かぶ遊覧船に乗り込めば、田子倉湖の水面に映る色とりどりの紅葉が楽しめます。